はい、始まりました。今回は GR2 で放浪の旅をしてきました。場所はですね、フィリピン、マニラのトンド地区というところですね。よく YouTuber さんとかが、旅系 YouTuber さんですね、彼らがここに来て、なんか煽りの文句で危ないとか危険とかってよく出してますけど、実際こっちの情報で言うとフィリピン人も危ないとは言ってます。それは間違いではないと思いますし、僕も行って危ないなと思う地区ではありますが、全員が全員危ないわけではなくてですね、本当にいい人たちも多い、いい人たちの方が多いんじゃないかなと思います。フィリピンはですね、ホスピタリティの高い国ということで、やっぱ人の心配をよくしてくれたりとかですね、同じ地区の人をかばい合って生きていくっていう、すごくいい昔の昭和の日本のような感じですね。ちょっとトラブルなんかもいっぱいあるんでしょうけど、こういう柔らかい笑顔が撮れるということで。ただやっぱりね、GR2 で言うと、ちょっとピン抜けすることが多くて、こういう写真が多いですね。ここら辺はもうご愛嬌ということで、仕方がないということですね。ただ会った時、ピントがあった時はこういういい絵が撮れますね。APS-C になってから、ちょっとパンフォーカスに合わなくなったというか、やっぱ画質が良くなった部分もありますし、ピントが合いづらい。ここら辺はまた技術の問題になってくるかなと思いますね。ただ、速写性という意味では、つけて1秒間ぐらいでもうすぐ撮れる準備ってできてますので、そういう意味では、すぐ撮れて、すぐしまえてっていうのが繰り返して行えるっていうのは、このカメラの本当にいいところだし、その瞬間、あの時撮っとけばよかったなっていうのって必ず後を忘れちゃうので、もう今撮りたいと思った瞬間に撮れるですね。スマホみたいにカメラのボタンを押してとか、それタップしてどうこうとかっていうのがないので、ここに関しては本当にいいカメラだと思ってます。1600万画素ということでですね、今の時代で言うとちょっと少ないんじゃないのかとか、言われてるんでしょうけど、全然そんなことないですね。ちょっとピン抜けするのはどうかなと思いますけど、本当に1600万画素で十分ですよね。今の2400万画素で手ブレがついてる GR もいいんですけど、ここに関して言うと、画質で言うと本当にこのぐらいが妥当なんじゃないかなっていうところですよね。とにかくその瞬間を切り取ったからこそ今この写真がある。ブレてもピン抜けしてもあるっていうことが事実なので、自分がいかにその残したいものを残してきたかっていうのが、こうピンズレしてたりとかブレててもそれが一つの味になるっていうんですかね。やっぱり旅に出た時っていうのはこういうの本当に大事なので、やっぱ人間というのは忘れる生き物ですから、とにかく記録を残しておく、記憶としていい画質を残しておく、これ本当に大事だと思います。それは GR1 でも2でも、もちろん今の3でも同じです。ただこの1600万画素で言うと、これ大体 JPEG なんですけど、本当に容量少なくて8メガいかないぐらいだと思うんですよね。これで言うと本当に扱いやすいデータですし、もう本当にこれは後に残しておくにも申し分のない写りをしながらデータが軽いということですね。それで撮りやすい、本当にいいカメラですね、今思えば。こういう写真って多分もう撮れないんだろうなとか思っちゃいますね。特にフィリピンすごく発展が目覚ましいので、こういう地区っていうのはどんどんなくなってきてますので、もう今どんどん足しげく通っていっぱい撮って、もう数打てば当たるみたいな感覚で行くしかないですね。もう昭和の日本ってこういうのが当たり前だったんですけど、もうないんですよね、こういうのって。本当に今ここにいて、たまたま仕事でいるんですけど、本当に良かったなって思ってます。いや、いい写真ですね。自分で言うのもなんですけど、やっぱりそういうのを次 GR3 に託してっていうのもいいですし、どういう形になるか分かんないですけど、こう残しておくことが大事っていうのは本当に自分で実感しております。そのために GRあります。なんかいろいろ比較するとやっぱり画質がどうだとかって言われてると思いますけど、そんなことはないですね。やっぱりもう全然申し分ない。特にこういうスナップは全然いいですね。
まあ、こういう中で取れるっていうのは本当にないですし、人が知らない間に取れてるっていうのが一番いいんですね。日常を切り取るっていうのはそういうことだと思います。カメラを構えてみんなが硬い表情になるのはちょっと、スナップとは言えないんじゃないかなと思ってます。まあ、写真は何でもいいですね。いいのが残ればいいです。こういう場所すごく好きですし、この地区また行きたいですね。こういう人たちも悪いように見えちゃうけど、そんなことは全然なくって、みんな親切な人です。ああ、いい写真ですね。こういう電線もいいですね。こういう残していきたいなと思っております。また次撮りますので見てください。よろしくお願いいたします。